お手当をもらって既婚の人と付き合っています。彼がいたら何もいらないけど、将来的にどうなんでしょうか別に結婚してくれない人だと思うので、それでもいい一人で生きていくんだっていうので、本当に覚悟があるんだったらいいと思いますけど、そうじゃないんだったら、多少の金で自分の人生の大事な時間を捨てるっていうのは、結構もったいないんじゃないかなって僕は思いますけどね。人は何のために生きていくのかっていう話で、パパ活をしましたっていうので、一回3万円とか5万円とかもらうっていうので、一週間に一回その売春すると、まあ20万とか30万入るよねって。 でもそれが永遠に続くわけではないんですよむしろだいたい5年か10年経つと価格はどんどん下がっていくんですよね20代ぐらいから買収始めてだいたい30手前ぐらいで元々も1回5万円もらってたのが1回1万円ぐらいまで値段下がるんですよその後30歳以降無職 仕事の経験なしっていう状態でスタートなんですよ、社会人が。20代から働いてる人って、働いてるとだんだん昇給したりとか、管理職になったりとかっていうので、だんだん給料増えていくんですよね。なので、働いてる人っていうのは、最初はそう20代で働いてて、じゃあ手取りが13万円とかで、買収するより全然安いよねってなるんですけど、30歳になると手取りが30万円とかになってて、むしろ買収するより全然儲かってると。40代になると、もっと給料上がっていくよねとか、取引先とか、いろんな会社の指令とか言うから、じゃあ独立して個人事業主になります。会社 ありますとかで年収1000万円ですってなるんですけど元売春婦が残念ながら40歳で年収1000万無理なんですよ売春事業にして <laughs> いろんな売春婦を携えてピンハネするっていうのをやれば一応年収1000万円かもしれないですけどそれ違法なんで多分捕まった刑務所に行きますからなので短期的には売春儲かるかもしれないですけど長期的には人生がもっとハードモードになるのであんまりそういう人生ハードモードになるような仕事にやって出さない方がいいんじゃないかなと思いますけどね